皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回は81の続きをお伝えします。もう作業がかなり進んで、だいたいあれから1週間10日ぐらいでしょうか、もうエアロが塗り終わって組み付けが今始まっております。サイドなんかはまだなんですけれども、フェンダー、バンパー、ボンネットなんかがもう仮付けされて微調整が進められております。もう圧巻、もうド迫力でございます。ボンネット裏なんかもちょうど今見えるんですけれども、こんな感じでカーボンの目全開に残した感じで、でダクトというかこのグリルダクトはもうさすがにこう全部水入ってきちゃうんで、裏から全部蓋をしてあります。でちょっとこれ閉めるとこの剛性の高さが多分分かっていただけるんじゃないかなっていう、全くよれないっていう。そしてこんな感じで塗り分けもこんな感じになっております。これすごいっすね。ちょうどこのエアロのプレスラインでカーボン目を出してるっていう。でここは最後こうシュインってなってるんですよ。このまま消えていくんじゃなくて、ここでこうなってる。もうド迫力で、当然この辺の塗り分けも全部段差なく、もう触らないですけど段差なく全部ツヤツヤに。そしてこの蛍光灯の光を見ていただければぼやけてないのがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。そしてフェラーリ、もともとなんかフェンダーとかバンパーとか位置がこうきっちり出てないんですね。もともとこのフレームなんでもうしょうがないんですけど、純正でもかなりワッシャーでボンネットフェンダーとかバンパー調整してあったりするみたいなんで、それを現品に合わせてまた再調整するという作業を今始めてるそうです。であとはヘッドライトなんかも位置がかなり微調整ができるみたいなんで、この辺の隙間全部きっちり合うように今再調整中でございます。これ目つきが変わってすごいですね。このカーボンのパーツかなり効いてます。で下側も塗り分けが完成してかなりド迫力の造形と、この網も塗ってます。網は塗ってないんですよ。ちょうどこんな感じで、ちょっとこの81年の芸術的な外観をさらにレベルアップさせたような、このエレガントな外観になってるんじゃないでしょうか。そしてこの辺も別パーツでカーボンが出てて、詳しくは完成した時に全部お伝えしようと思います。あとこの辺ですね、ちょうど肝だった、このチリと隙間もぴったんこに合わせてあります。これドア開けちゃって大丈夫ですか。そして肝だったこの これですよ。これギュイーン、トモヤさんが今僕の耳元でギリギリなんだよって。純正でもギリギリなんですよね。もうこの車は大丈夫だったけど、はい、噂で聞くと純正で次当たってもう こういう何ですか、気候上もしょうがないですよね。ちょっとかなり絶妙な隙間でこう開け閉めするっていう、それもちゃんときっちり全部合わせてなってます。あーなるほど、さらにここにパーツがつくんですもんね、はい、その辺は大丈夫じゃないですか。出すしかない。本当ですか。再調整がもしかしたら必要になるかもしれない。こんな感じのサイドになってます。そして後ろもこんな感じでもうバンパーが装着されてます。ここがちょうど切った部分ですね。前も もちろん加工してあるんですけど、もう全然わかんない、さすがです。そしてこの高さもちょうどいい感じじゃないでしょうか。もともとこの辺まであるんですよね。ですよね、このぐらいあったんで、かなり、ただ加工した感がないんで多分言われないと全然気がつかないレベルじゃないでしょうか。そして塗る前はこの上もカーボンが出してあったんですけれども、今回ボディ同色で塗ってるんで、この辺は割と純正ルックというか、そしてここから下がかなり迫力が出たデザインになってます。いやー、これちょっと完成楽しみですね。でスポイラーなんかはまだつけてないんで、おそらくトランクの調整と一緒に取り付けがされるんじゃないでしょうか。でちなみにワッシャーはこんなのが入ってるそうです。ちょっと場所によってこういう、ちょっとこれもなんか二重でちょっと特殊なのなんですけど、こんなワッシャーだったりだとか、あとこういう C の字のこんなワッシャーが何枚も入ってたりとか、あとは場所によっては
こんな感じの。これがヘッドライトですか？の正の足で、これも厚みによって違うっていう、この辺でチリを合わせてあるみたいです。でもこれもともとフェラーリのアライメント取る時もこんなのを挟んでこうアームの角度変えたりしてアライメント取るんで、まあもともと車の形状がそういう感じみたいですね。こんなのが挟まってます。であとは仮合わせの時に気になってたこの部分、まだちょっと調整中ってことなんですけれども、塗装が終わってもう本当に分からなくなってます。でこの辺ももう少し多分調整されてこれがこっちに来るんじゃないでしょうか。この辺もの隙間もかなり最初のフィッティングの状態よりバッチリ収まってる感じがします。いやー完成が楽しみですねこれは。で今ドアのこのパネル、ちょっとこれ触っていいですか？いいですか？このドアにつくところ、これを取り付け前にちょっと修正するみたいです。でもちろんその表側をその磨いたりして、まあ、ピカピカにするのは当然なんですけど、車にそのフィッティングするのにバッチリくっつくようにここどうしても上からクリア塗るんで塗料がこうなるで、ここにちょっと溜まってたのを全部車にぴったりくっつくように今ここ削ってフィッティングを良くしてるみたいです。でこっち側も当然これ磨いてあるんですか？もう磨いてない。あ、これ磨いてないんですね。これ磨いてないんですか？磨いてないのは肌がすごい。ちょっと向こうにサイドスカートあるんで、ちょっとそっち分かりやすいんでそっち見てみましょうか。でこれが今磨いてる途中のサイドスカートです。これ結局クリア何回に打ったんですか？これいやサイドは4回4回ですか。塗って磨いて塗って磨いて、で今 ここだけ磨いてある状態ですよね。こっち側多分反射してるものを見てもらえばかなり肌がもうツヤツヤというか、こう光がこうぼやっとしてないのがお分かりいただけるんじゃないかなと。で逆にこっちは車に取り付けてからの方が磨きやすいっていうことなんで、こっちまだ磨いてないらしいんですよ。なんでちょっと肌がこうぼやぼやっとして蛍光灯なんかがこうゆらゆらゆらっとしてるのが多分お分かりいただけるんじゃないかなと思います。この辺もちゃんと全部車に取り付けてからこっち側と同じようになるように全部ピカピカにして、でやっぱりカーボンのパーツって下がファイバーなんで、こうどうしても下のこうボコボコが出てきちゃうんですよ。で F40 だっけ50だっけ、あの辺なんかってもうボディがもうそのまんま塗ってあるんで結構ボコボコなんですよ。でもちろんそれが良かったりレーシーだったりするんですけど、マンソリーってやっぱりこう芸術性を高めたパーツなんで、いくらファイバーのパーツでもそのボコボコだとかっこ悪いんで全部ツヤツヤにして、うちの場合は取り付けをしてます。今ちょうどドアのパーツ仮合わせでこんな感じで、あ、このラインがつながるんですね。なるほど。でやっぱりここのくっつき具合が重要になってくるんで、もっと詰めていくと。はい、というわけで今回はボンドボディで812マンソリースタローンの続きをお伝えしました。ここまでの作業工程はこの後音楽に乗せてお届けしますので、ぜひご覧ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。
Yeah.